こんばんは、ひろゆき Z です。今日はですね、九州新幹線の三木新幹線に乗りまして、車内販売グッズを買ったんですよね。ちょっとバッグに入れてたらちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど、中は綺麗だと思います。まだこれから乗る人は、見たくない人はこの動画も見ないでくださいね。ちょっと紹介をしようかなと思いまして、ちょっと机の上はちょっとすごい散らかってるんですけどね、ちょっとあんまり気にしないでください。ですね、ちょっと開けてみましょう。まずですね、これ子供用の靴下ですね。赤と黄色がありました。でこうソックスをちょっと買いましたね。はい、このやつですね。JR 九州限定って書いてます。こんな感じ。赤と黄色がありました。ね、こう鉄だったらこう危ないんで、ちゃんとこうプラスシールになってます。ディズニーももう90周年ということですね。90イヤーズって書いてますからね。はい、こういう2つのから。を買いました。まずこれがまずそのあれです。で、そうですね、これね、ちょっと差し上げるじゃない、お土産に買って帰ったんですけど、これ小分けの袋にこうやって入れるので、こうやってですね入れます。で、ディズニー、ミッキー新幹線 の、 キーホルダー買ったんですけど、全部でですね、7種類あってですね、7種類全部くださいって言ってですね、ちょっと、奮発しちゃったんですけど、全部ですね、九州の形になってるのかな。これが多分鹿児島かな、桜島大根かな。ちょっと光の反射で、これぐらいで見えますかね。で、スイカ。スイカは熊本かな。ちょっと形ちょっと外さないと、これ裏に書いてるかな。これ1個500円なんですけどね。ちょっと奮発して買いました。ちょっとやばい、金欠。あ、鹿児島って書いてます。ミッキーマウス鹿児島アクリルキーホルダー。スイカは多分熊本だと思うんだけどな。やっぱ熊本。熊本、何だっけ、有名なとこがあるんですよね、スイカのね。何だったっすかね。ちょっと忘れてた。で、この、琵琶。琵琶は多分これは長崎の模擬琵琶じゃないかな。あ、長崎って書いてます。はい。長崎の模擬琵琶。買いましたね。それで、これ OK ですかね。OK これどこですかね。僕分かんないです。OK ちょっと当てましょう。で、これマンゴーですね。これね。マンゴーですよね。これね。これは宮崎ですよね。宮崎。これちょっと位置的にこう合わせましょうね。こんな感じですよね。鹿児島、熊本、宮崎。お、これどんぶり？陶器？これ陶器かな？これは。これ佐賀県？あ、佐賀だ。佐賀県です。新鳥栖駅ありますかね？佐賀県新鳥栖駅。そして、これ、これ長崎。こんな感じですよね。こんな感じですね、九州ね。これはカバンからバカンって音、こう位置が飛んでますけど、これはもう福岡県を代表するいちごのあまおうっていうやつですかね。はい、福岡ですね。こんな感じですね。でこれ温泉という意味ですね。桶じゃなくてね、温泉県の桶、大分県。
く痛く、まあ、こんな感じですね。こうこうこうちょっと九州の形になるんですかね、これ合体させると。パズルみたいに合わせることはできるのかな。こんな感じで合うんですかね、わかんないんですけど、ちょうど合うようになってるんですかね。なってないみたいですね。はい、これでなんか添乗員さんから車内販売の添乗員さんからコンプリートですよって言われたんですけど、まあコンプリートです。JR 九州がね、ちょっとでも栄えてくれればいいなと思ってます。この中で九州沖縄はないですけどね。こんな感じでこうちょっと小分け袋と、靴下と、そして紅茶と、このウィルキンソン博士、兵庫県で炭酸泉を発見したというウィルキンソン博士、まあそれはどうでもいいですけどね。で、この JR 九州ので、金額はですね、これサムネイルにしよう、これサムネイル、こんな感じ。ちょっとすいません、ちょっともう眠たくなったのか、ちょっと寝ぼけてますけどね。こんな感じで九州が出来上がります。こんな7個買うと3500円もしますからね、高いですよ。で、はい、こんな感じで僕今日買いました。こんな感じですね。電子マネーで払えるので、僕トイカしか持ってないんですけど、このトイカで支払いましたね。ツバメ328号、ツバメ328号乗って買いましたよっていうこの照明ですね。こんな感じです。ちょっと頑張りすぎちゃった、ちょっとお金がなくなっちゃった。これどうしよう、なんか仕事しないといけないですけどね。こんな感じでですね、ミッキー新幹線の音ですね。これ以外にもグッズがあるんですけど、他の動画で、僕の、アップする動画でですね、カタログを紹介してますからね。今後もしかしたらグッズはいろいろ増えるかもしれませんよね。で、これ市長さんプレゼントしたいんですけど、僕は親戚のこの子供とかにこう、あげようかと思ってます。こんな感じですね。ちょっとこの僕はこういう収集癖はあんまりないんですけどね、まあ記念にちょっと買いましたので、ぜひ九州新幹線乗ったらですね、ね、オフィシャルサイトっていうか JR 九州のサイトをアクセスしてもらうと、なんていうんですかね、車内販売があるミッキー新幹線とない新幹線がありますので、ぜひ車内販売がある新幹線に乗ってください。でもタンク間というかもう 1,2 駅のぐらいしか乗らないのだったら、車内販売すごい人気があるので、全然回ってきませんので、自分の席にね回るまでその順番を抜かすってことはちょっと悪いでしょうから、それはぜひモラルを守ってしないようにした方がいいと思います。僕はちょっと今日は筑後船小屋から博多駅前に乗ったんですけど、その間に車内販売が浸透数過ぎたぐらいかな、できてくれて、購入することができました。僕はディズニーグッズっていうのを僕人生初めて買いましたね。なんかおそらく初めてで、なんかそのテレビ買った時にパナソニックの景品とかでミッキーがついてるなんとかとか、そんなのあったのかもしれないんですけどね。その自分でお金出して買ったのはミッキーグッズは初めてです。九州新幹線とですね、このミッキーのコラボっていうのはとてもね、いい企画だと思います。僕はもうとても素晴らしい、子供から大人まで楽しめるんではないかと思いますんで、ぜひね、九州新幹線乗ってですね、なんていうんですか、こういうグッズでも楽しむっていうのもいいんじゃないですか。ちなみにね、僕は鉄道グッズ、こんなのぞみ200号、東京駅とかね、ここな、
のぞみ201号新大阪駅とか、これどこで買ったの、新大阪駅かなんかで買ったんですかと思うんですけどね。あとこう鉄道グッズ、ちょっとこう上越妙高駅に、2018年 の、 あの元日乗り放題でここまで日帰りでどこまで行けるかっていうのをちょっと小倉駅からやったんですけど、その時にこんな感じで買ったとかですね、まあ、あるんですけどね。まあそのなんていうんですか、まあ、鉄道グッズをこう集めてもこう面白いっていうな、こうこんな趣味です。まあ、これもあの紅茶をですね、こうコースターもね、コースターもあります。これネスカフェでもらった販売促進グッズ。まあどうでもいいですけど、まあこんな感じでですね。ミッキー新幹線ぜひ乗ってみてはどうでしょうか。JR 九州が企画したね、このこういう企画ありますので、皆さんもぜひ。なんか楽しんでもらえればと思います。はい、こんなとこですかね。はい、ひろゆき Z でした。はい、皆さんおやすみなさい。